こんにちは、大学の翔也です。今回は階段の掛け替えをやっていきます。まず解体から見てもらいますけども、この階段これ非常に危ない設計になっています。1メーター角に5段取ってあります。ものすごくブリがかかっています。踏み面が上がるときはもう全然右足にはありません。降りるときも左足で降りたらもう踏むとこがありません。何回か落ちたそうです。この階段を踊り場一つにして楽に登れる階段に変えていきたいと思います。ではバラしていきます。まず最初に手すりから外していきます。この手すり台は自分とこの手すりと全く同じのが使ってあります。この家は40年、うちの家と2年3年ぐらい古いんですかね。同じような建材を使ってあります。街道でも階段まで掛け替えるってことはなかなかしませんけども、最初は階段を残そうっていうことになったんですけども、せっかくのことやでこの危ない階段を直そうやないか、そういう話になりまして、急遽追加でリフォームが始まりました。では壁板を剥がしていきます。普通解体工事は解体屋さんに任すんですけども、解体屋さんは仕事の順序関係なくここからでも依頼できます。でも大工がバラす場合は仕事した順番の逆さまの工程からバラしていきます。その方が段取りよく無理なくバラせます。手袋を持っていたのにはめるのを忘れていました。自分は基本的に手袋ははめません。手袋はめなくてもなかなか自分の手が自分の思うように動かないのに、手袋をはめると感覚が人の手みたいになってしまって、手袋をはめて仕事しようっていう気になりません。でもこの頃みんな若いもんは上手に手袋はめて必死に揉めますし、道具でも使ってますね。今度は階段の裏側をバラしていきます。階段の裏は昔のオーディオ機になってました。大きいステレオを置いてあったんでしょうね。下は応接間になってますから、その部分階段の裏側をバラしていきます。とにかくこのバラすのは仕事の順序と反対にしていけば力もいりませんし、簡単にバラせます。こういうボードの壁の場合は少し大変なんで、この部屋はなぶらないので、そのために悪いノコで底目を入れて角のボードを残してあります。とにかく階段の裏側を見ないと、どのように組んでどれだけの釘が打ってあるかわからない。それを見たいのと、次の階段をかけるときは裏からかけるようになります。階段は表からはかけません。ですから自然と裏に体が入らないと階段がかけられません。だから階段だけをかけ直すというても、裏側全体を砕かないと階段はかけることはできません。映像で見ているとあちこち砕いているように見えますけども、直階段を外してしまいますともう上には上がれません。階段の上にここだけ出っ張りがありました。高さ的に階段から届くうちに上をバラしておきます。
今度の階段は大きく踊り場を1段にします。ですからこの2階の廊下の部分に3段分の階段が入り込んできます。それのあらかたの積みをしています。それでは問題の扇部分を外していきます。作るのには結構もがいて悩んで作ったと思います。なかなかこの三尺角で5段考えるのも大変やったやるけど、作るのも勇気がいったでしょうね。仕上がった時に降りてみたら踏む面がなかったんでもっとびっくりしたでしょうね。でもバラすようになるとあっちまでですね、簡単にバラせます。これ以上階段をばらすと足場がなくなるので2階の廊下部分の床に穴を開けていきます。普通のフローリングを張ってあるので簡単に取れます。ただ2階の廊下部分の壁が古い壁の上に上塗りをし直すってことでこれ以上傷めることができません。だからできるだけ壁を傷つけないように注意してバラしていきます。少し控えめに切りましたけども、やはり火打ちが外れないので大きめに床はめくります。どっちみち階段をかけるときに狭い中へ潜って裏でもがくようになります。この廊下の部分に階段3段入り込んできます。2階のこの床張りを切りたいのでその代わりとなるつなぎ材を入れていきます。つなぎ材は120角を入れます。これまたあまり大きなものを入れますと書き込みが大きくなって防火材は弱ります。なかなか天井裏の狭い部分なのでこのノコも簡単に使えません。まあ A が当たればノコの A も外してやって刃だけでも十分に使えます。つなぎ材は羽子板金物でしっかりと留めてやります。ちょうど羽子板金物のボルトに合う切りがなかったので少し細めなんですけどもその切りで上げていきます。何度か揉み崩してもう無理やりですけども上げていきます。これまあ振るってるのは力を入れると一緒に振るってるんですね。つなぎ材を加工していきます。これ120角の KD の杉の柱を使います。箱板は普通このサイズですと1本ずつかけますけどもできるだけしっかりと留めたいのでダブルでかけてやります。
つなぎ台を羽子板ボルトでしっかりと固定していきます。これでこの後ろの床張りを切っても間隔はずれることはありません。またあちこち行って申し訳ないんですけども、階段下をバラしていきます。先ほどつなぎ材を入れていた胴出しが少し下がっています。その一番弱い部分を柱で受けてやりたいと思います。柱で受けようと思うと、下の部分の床材をばらして土台を出してやる必要があります。そのためにやむをえなく床もばらしています。柱を立ててやりたい部分にちょうど基礎も土台もありました。そして下がった部分に大きいジャッキをかけて、上がるだけをジャッキアップします。この建物は基礎も立派ですし、土台も全部これ栗です。栗の立派な土台が入っています。ただ前回も3センチ狂ってると言ったんですけども、狂ってるっていうのは建物は一切変わっていません。柱も立派です。ですけど胴出しが2本だけ細かったんです。だからこの2本の胴出しがしわんで下がった状態になっていました。そのために下へ3センチ下がったってことなんです。だからその弱い部分に柱を垂れてやって、上げることはできませんけども、これ以上下がらない、そういう風にしたいと思います。それではジャッキをかけていきます。ジャッキで上げる場合は、その上に空間がある場合、その空間を埋めていきます。硬い木でマヤーなどを作って、その空間に差し込んでいきます。そうしないとジャッキは効いたつもりでおっても、空間がひっついただけでなかなかジャッキは効いてくれません。ジャッキは上げれるだけ上げておきます。ジャッキをかけてようやく床張りを切っていきます。床張りを切らずにどうかしてこの階段をかけれないかな考えたんですけども、どう考えても無理があります。ですからやむなく切ることにしました。でも新築の周り階段の場合は、もともとこの場所には針は入っていません。チェーンソーでわざわざゴミを出すことはないんですけども、平門の面いっぱいでカロッコを切る場合は楽です。なかなか丸ノコで面いっぱいに切るってことはできません。やっと階段本体のバラシです。へごみ部分に裏から釘がたくさん打ってあります。その釘を確認するのに、今穴開けています。釘を下げて、もう真ん中からチェーンソーで切っていきます。
ではライターを落としていきます。一撃で上手に取れます。バラして分かったんですけど、この段板は釘で止めてありません。もうボンドもついてません。ただ後ろから一本だけ釘が打ってありました。バラす人のことを考えてくれたんでしょうかね。あちこち結構もがきましたけども、階段本体のバラシはものの5分でしたね。簡単に砕けました。そして最後に足場になってくれていた扇部分の下のこの踊り場みたいなステージを砕きます。これで完全に砕けました。これで階段がきれいさっぱりなくなりました。次回からはまた一から作っていきます。以上、ダークの所有でした。